後半戦はサイドワインダーズのキックオフで試合開始となります。キックオフしますサイドワインダーズの選手は0番の選手が入っております。対しまして琉球はリターナーに2人の選手を配置するようです。10番と31番でしょうか。こちらのリターンにも注目しましょう。さあ間もなく後半戦再開となります。さあ琉球リターンに入った。壁ができている。ナイスリターン。見事なブロックつきまして、リターナー左オープンを展開。10番素晴らしいリターン締めまして、自陣40ヤード付近からの攻撃位置を得ます。芝に足を取れましたが、もしそれがなければ一気にエンドゾーンを目指さんという素晴らしいリターンでした。見事なリターンを決めましたのは琉球ガーディアンライオンズ10番の小屋、琉球大学出身。琉球自陣43ヤードからファーストダウン10。さあ中央のランプへを投入。何枠33番、好調のラン、そして味方のブロックを生かしまして約4ヤードのゲインとしています。キャリア33番は中本、関西大学出身。甲子園ボーラーです。琉球セカンドダウン6。再び中央のラン、今度は隙間をすり抜けるように身を投げ出しまして約3ヤードのゲインとしています。状況に応じた巧みなテクニックを中本を駆使しております。琉球ハーフウェイからサードダウン3。パス不成功。ここで中央に切れ込んだ3番にパスを投じましたが、これはサイドワインダーズの圧力あってかパス不成功となっています。パス失敗でフォースダウンに変わります。琉球フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。このパントはサイドワインダーズ陣20ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。さあ琉球の最初のシリーズはしかし勝負どころのプレーが止められまして4回で終わった形になっております。返す刀になります。サイドワインダーズの攻撃が自陣20ヤードから始まります。多くの方々にメッセージいただいております。ありがとうございます。ジョリー様、アガリエ様、キキ様、細川様、ティベット400様、3U 様、応援メッセージありがとうございます。多くが琉球ガーディアンライオンズへの応援メッセージと解釈しました。さあこれを跳ね返せるでしょうかサイドワインダーズ。ナイスラー。何枠7番ハンドオフを託され右オープン展開、そこから一気にカットバック切り左オープンへ展開して攻撃権を更新戦とする素晴らしいランを決めました。ゲインは約9ヤード。
この状況をサイドワインダーズ7番の藤本、見事な走りで状況打開を図ります。神戸学院大学出身、地元兵庫県にあります神戸学院出身のプレイヤーがここで活躍しております。サイドワインダーズセカンドダウン残り1ヤード、さあ中央ジャンプ、しかしこれは琉球92番42番、見事対応しております。サードダウンに変わります。タックルしましたが琉球ガーデンライオンズ42番の長谷川、92番のゲイブ・エルワーズです。長谷川はソウルの関陽大学出身のプレイヤーです。パスがどこまでいくか、残り10、エンゾータッチダウン、ここでサイドワインダーズクォーターバック19番、プレッシャー殺到する中その届くギリギリの状況を振り切ってロングパス、ディフェンスカバーを外した一瞬の隙を突かれましたワイドレシーバー12番、これをキャッチし一気に独走、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。サイドワインダーズ見事なタッチダウンパスで先制となります6点を獲得しました。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。キック成功、1点追加、サイドワインダーズ7点、琉球ガーデンライオンズ0点。まずサイドワインダーズが素晴らしいパスでタッチダウンを上げ先制を果たしました。見事なパスを投じましたのはサイドワインダーズ19番の井戸、防衛大学校出身、取りましたのはワイドレシーバー12番の田原、立命館大学出身のプレイヤーです。名門がその名門たる素晴らしい来歴を持つホットラインによりましてまず先制タッチダウンを上げています。キキさんメッセージありがとうございます。先ほどの長谷川選手の出身校は羽山大学と4走です。さあ見事なタッチダウンパスによりまして先制を果たし、この試合の均衡を打ち破りましたサイドワイナーズ。そのサイドワイナーズのキックオフで試合再開です。ラグビーと違いましてアメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合再開です。さあ琉球リターンに入った、さあここでトラブルがあるか、サイドワインダーズ10番見事なタックルでした。このリターンを約10ヤード程度で阻止しまして琉球自陣18ヤードからの攻撃と変わります。見事なタックルをしましたがサイドワインダーズ10番の浦田でした。大阪産業大学出身、さあしかし琉球の攻撃に変わります。琉球ボールオンは自陣17ヤードからファーストダウン10、現在電波状態が不安定になっております。配信しかしこのまま撮影は続けさせていただきます、ご了承ください。オフェンスに反則がありました。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めなかったという反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーを始めないと5ヤード抜退という形になります。従いまして琉球5ヤード下がってファーストダウン15で試合再開です。琉球自陣12ヤードからファーストダウン15、
パス不成功。ここで左に展開した33番にパスを投じましたが、しかしカバーあってかパス不成功となっています。琉球セカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン15。さあクォーターバックのランノーバックのフォーメーションから自らのランで右オープン展開を図りましたが、しかしこれはカバー厚く約3ヤードロスに変わっています。琉球サードダウンロング。さあ厳しい状況ですが打開なるでしょうか。パス不成功。ここで右に走り抜けたワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、コントロール乱れパス不成功となっております。フォースダウンに変わります。琉球フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。パンターエンドゾーンの中から切り返すという非常に厳しい状況ですが、さあ陣地挽回になるでしょうか。非常に厳しい状況でしたがパンター50番見事に蹴り出しまして、しかし琉球陣44ヤード付近に蹴り出しての攻守交代となります。ミスがありますとそのまま失点につながるという厳しい状況でしたが、これはなんとかクリアしました。しかしサイドワインダーズ相手陣に入った位置からの攻撃です。攻撃権はサイドワインダーズに変わります。相手陣44ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。さあここでランプレーを投入。ナニバック7番ハンドオフを受けまして左オフタックルを突破、味方ブロッカーも機能しまして約6ヤードから7ヤードのゲインとなっています。キャリア7番は藤本、神戸学院大学出身、地元明石にその拠点 本校を持ちます神戸学院大学、その出身である藤本素晴らしいランを披露しています。QB サーク。ここでクォーターバック19番パスを投じんとターゲットを探しましたが、その隙をつきまして琉球92番 QB サーク大きなロスに変えています。見事な QB サークで状況打開を図らんとしましたのは琉球ガーディアンライオンズ92番のゲイブ・エルワーズチームキャプテン、ここで一つ大きな仕事を決めています。サイドワインダーズ自陣49ヤードからのサードダウン14。パス成功。さらに行きます。ナイスキャッチファースター。この状況一発のパスでクリアしました。ディフェンス殺到する中でしたが、サイドワインダーズ8番見事にキャッチし攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター。素晴らしいパスキャッチを決めたのはサイドワインダーズ8番の竹原、神戸学院大学出身、
こちらも地元出身のプレイヤーが素晴らしい仕事を決めております。さあサイドワインダーズ相手陣28ヤードからファーストダウン10。パス成功、タッチダウン。今度は左サイドライン際を駆け上がりました。8番そこに目がけて19番パス、これを8番見事にディフェンス振り切ってキャッチし、エンドゾーン駆け込んでタッチダウン。サイドワインダーズ6点追加となりました。見事なタッチダウンパスを投じましたクォーターバック19番は井戸、防衛大学を出身、取りましたワイドレシーバー8番は竹原、神戸学院大学出身です。このキックはブロックされ不成功、6点止まりとなります。サイドワインダーズ13点、琉球ガーデンライオンズ0点。しかしサイドワインダーズ見事加点に成功しリードを広げる形になりました。ここへ来てサイドワインダーズのパス攻撃が後半で非常に機能しておりまして、状況を徐々に優位な形に変えていっております。さあ琉球はこれに対する打開策を見出すことができるでしょうか。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの方々のご期待に添えられるよう、私もできる限り全力でこの試合を配信させていただきます。さあ試合は得点を挙げましたサイドワイナーズのキックオフで再開します。さあ琉球リターンに入った、右サイドラインを目指さんとするリターンを30番敢行しまして、自陣34ヤード付近からの攻撃位置を得ます。琉球リターナー30番果敢なリターンを見せました。琉球自陣34ヤードからファーストダウン10。パスは成功、クォーターバック7番プレッシャーを浴びながら、しかし3番にまずパスをなんとか通す形にはなりました。しかし3番キャッチした時点で倒れまして、自陣約2ヤードロスという形に終わっております。チャット内のメッセージありがとうございます。スティック様、レッツゴーサイドワインダーズ、この応援メッセージに応えんと、現在サイドワインダーズ試合の主導権をつかもうとしています。町田様、後がない頑張れというメッセージ、これがチームの激になると思います。さあまだ返していく、インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに入りました琉球、しかしそのパスを取りましたのはサイドワインダーズ0番、インターセプト、パスダッシュによりまして攻撃権交代となります。攻守交代によるターンオーバー、見事インターセプトしましたのはサイドワインダーズ0番の攻撃。こちらも神戸学院大学出身のプレイヤーです。スティック様の Don't mind 0番というメッセージがあります。この言葉にまるでこうするように素晴らしいプレーを見せましたのは神戸、応援メッセージに応えんとする素晴らしいインターセプトでした。さあサイドワインダーズ相手陣入っての25ヤードからのファーストダウン10。
ここで中央のランプレーでまずそのくさびを落としております。ランニングバック7番ディフェンスライン殺到する中、それをかわしまして約4ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。さあタイムアウトを届けまして試合再開です。サイドワインダーズセカンドダウン6。パス不成功。ここで一気にエンドゾーンを狙うパス、中央切れ込んだ4番へのパスでしたがわずかにオーバースロー、パス不成功となりサードダウンに変わります。3U 様集中頑張れ琉球のメッセージ、これがチームに対する激となり勝つとなるメッセージになるでしょうか。さあしかし状況はサイドワインダーズ有利、相手陣21ヤードからサードン6。パス不成功。ここで左に展開した24番にパスを投じましたがこのパスはオーバースロー、パス不成功でフォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン6、フィールドゴートライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは40ヤード。さあこの距離決まるでしょうか。キック成功、3点追加。見事この40ヤードフィールドゴール決まりまして、サイドワインダーズ16点、琉球ガーデンライオンズ0点、さらにリードを広げる形になりました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴール、エンドゾーンにボールを持ち込むタッチダウンです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーのボーナスがあり、ここでプレーを決めるとキックですと1点、エンドゾーン持ち込みますと2点入ります。これ以外には自陣のエンドゾーンで倒される自殺点セーフティーがあります。こちらは2点です。この組み合わせ2点3点6点7点8点の組み合わせで試合は行われ、その得点が多い方が勝利する形になっております。さあこのキックオフを琉球リターン入ります。今度はどうするか、中央切り込むか、密集点を潜り込むように入りまして自陣30ヤード付近からの攻撃を得ます。琉球ここまでサイドワインダーズの後半のパス攻撃に翻弄されておりますが、さあ今度は攻撃でこの状況を打開図れるでしょうか。ボールオンは自陣30ヤードから琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。パス成功、ナイスパスカット。
ここで左に展開したランニングバック33番にパスを投じましたが、これをサイドワインダーズ1番振り向く側にパスチップしまして、パス不成功としています。琉球ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン10。さあハリーアップオフェンスに変わります。パス成功。今度は内に切れ込んできましたワイドレシーバー29番にパスを通し、約7ヤードのゲインを果たしています。さあ琉球ノーハドルに入りました。できる限り早くその状況を打開図らんとハリーアップオフェンスに入ります。琉球サーダウン3。しかしここはサイドワインダーズも踏みとどまります。中央へのランで状況を打開図らんとした琉球でしたが、これはサイドワインダーズ77番見事踏ん張りましてノーゲインとしています。サイドワインダーズ77番は平畑、摂南大学出身。琉球フォースダウン3、パントフォーメーションを取ります。これをサイドワインダーズリターナーキャッチしましたが、すかさず琉球カバーしまして、サイドワインダーズ陣30ヤード付近で攻守交代となります。現在得点差は16点となっております。琉球はこの状況を打開するにはタッチダウン2つ、そして少なくともフィールドゴールをもう1つ決めなければいけません。結果3回得点をするプレーを重ねなければいけませんので、できる限り早くその状況を打開図らんと攻撃展開を早めております。さあその状況をしかしサイドワインダーズ逆手に取ることができるでしょうか。ボールオンは自陣30ヤードからサイドワインダーズファーストアンテン。さあ抜けていく、ナイスラン、ファーストランニバック10番、ハンドオフを託されて中央突破図らんとしましたが、この時にディフェンス殺到し左にバーンアウト、見事な展開をしまして一気に左オープン独走し、そのまま攻撃権更新としています。サイドワインダーズファーストここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、サイドワインダーズ16点、琉球ガーデンライオンズ0点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。